はい、皆さんこんにちは、アミジー先生です。今日はクリエイターにおすすめのアプリの紹介をします。皆さんがですね、持ってる大量の写真とか画像とかがあると思うんですけど、それをこんな感じで1枚のキャンバスにずらーっと大量に並べられて自由に配置できる無限キャンバスのアプリを今日は紹介したいと思います。で、以前にですね、コンセプトっていう同じような無限キャンバスのアプリを紹介したんですけど、それよりもこのアプリはもっと画像に特化してるというか、本当にこんな感じで画像をサクサク配置して綺麗に並べてそれを見るために作られたアプリって感じですね。で、コンセプトよりももうちょっと直感的で分かりやすいので初心者にも結構おすすめのアプリです。で、このアプリの名前がビズリフっていうアプリです。で、これ、有料のアプリなんですけど、値段が490円ですね。ほぼ500円、ワンコインで買えるので、最初お金かかりますけど、中の課金は一切ないので、本当におすすめなので、ぜひ皆さん、ダウンロードしてほしいなって思います。で、今日はこのビズリフの使い方と、私がどうやって使ってるかみたいなところも紹介していきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきましょう。ビズリフのアプリ立ち上げて、これホーム画面なんですけど、一番初めやることはですね、右上のプラスボタンから、ベースのキャンバスを作っていきます。で、そうするとこんな感じで出てくるので、これをタッチします。で、ここに写真とか画像とかを貼っつけていって、まあ自分のムードボードみたいなのを作っていくんですけど、画像の貼り付け方は2つあります。まず左下のプラスボタンを押して、そこにインサートフォトっていうボタンがあるので、これを押すと自分のカメラロールの中が立ち上がるので、ここで自分の好きな画像を選びます。で、複数枚選択することができるので、まあこんな感じで何枚か選択して、よければ右上の OK ボタンを押します。で、そうするとこんな感じで全部選択したやつが貼り付けられるので、あとはもうこうやってアップルペンシルでタッチして自分の好きな位置に移動させていくっていうだけですね。もうすごい簡単ですよね。で、コンセプトだとこのね、画像をつかむのが結構ちょっとやりにくかったりするんですけど、このビズリフだとタッチするだけで捕まえてくれるので、すごいサクサク動きます。で、もう一つ画像を配置するやり方としては、スプリットビューかスライドオーバーで写真アプリを立ち上げて、で、それで引っ張ってくる方法です。で、まず左の指で1個選択して、で、右の指でもっと選択したやつをですね、こんな感じでポンポンポンって選択していくと複数選択になるので、で、全部選択できたら手を離すと、こんな感じで貼り付けることができます。で、今これ写真アプリをスライドオーバーで立ち上げてますけど、これファイルアプリでもいいですし、 Google フォトとかでもいいし、 Safari とかでもこうドラッグ&ドロップするだけで写真を貼り付けることができます。で、サイズ変形するときは画像タッチしてバウンディングボックスをこうやって左右にドラッグするだけで簡単にサイズ変形もできます。で、あとはトリミングがあるんですけど、トリミングは、画像を選択して右下にトリミングマークがあるので、これを押すと簡単にこうね、クリップすることもできます。で、あと右下にいろいろ項目があるんですけど、左右反転とかもあるし、上下反転とかもありますね。で、面白いのが白黒調整みたいなのがあって、この白黒ボタンを押すと色が全部なくなります。で、残念ながらこうトーン調整みたいな色調調整パネルはないんですけど、まあ、白黒加工だったらできるっていう感じです。なので全部ね、モノクロにしたいときはここで全部モノクロにしちゃってください。で、この右下に点点点のボタンがあるので、ここでコピーデリートができます。で、例えばコピーだとコピーして、で、ペーストするんですけど、ペーストするときは左の青いプラスボタンのところからペーストフロムクリップボードっていうのがあるので、これを押すと今コピーしたやつがペーストされます。こんな感じで画像を複製していってください。で、消したいときはデリートボタンです。右下の点点点からデリートを押してください。で、あとはですね、左上にちょっと設定があるんですけど、ここで今黒いキャンバスなのを白いキャンバスにしたりとか、あとこう縦と横にこうグリッドが入っていると思うんですけど、それを非表示にしたりすることができます。で、私が使ってるやり方なんですけど、私よくピンタレストとか見てですね、インスピレーションをもらってるんですけど、まあピンタレストこんな感じで開いて、例えばチョコレートケーキを作りたいとか、チョコレートケーキの絵を描きたいとしたとして、まあここで画像を検索してくるんですね。で、いいのがあったら、これでスクリーンショットを撮ります。スクリーンショット撮るときは、左下からですね、こうシュッとスワイプするとスクリーンショット撮れるので、この状態でクリップして、で、保存をかけます。
で、保存すると写真アプリの中に入ってるので、まあ、こんな感じでどんどん写真をスクリーンショットを撮っていきます。で、他のサファリとかのアプリだったら、ドラッグ&ドロップで写真持ってこれたんですけど、残念ながらね、ピンタレストは、ドラッグ&ドロップでも、こう写真をね、こうビズリフの方に持ってこれなかったので、そういう時はスクリーンショットで対応してください。で、全部保存できたら、さっきと同じように、ビズリフの方に戻って、左下のプラスボタンから、インサートフロムフォト。で、さっき保存したチョコレートケーキの画像を全部選択して OK を押すとこんな感じで綺麗に並んでくるので、あとは自分の、好きな配置とかサイズ感に、決めてもらえればいいと思います。で、あとおすすめのインスピレーション系のアプリでドリブルっていうやつがあるんですけど、これすごいいいですよ。プロのデザイナーさんとかが結構投稿してるインスピレーション系のサイトとアプリになるんですけど、すごい綺麗なデザインがたくさん載ってます。で、私はこれをよく暇な時に見てですね、モチベーションを上げてるんですけど、まあ、こういうの見ながらこれはどうやって iPad で作れるかなっていう風に考えたりいつもしてます。で、まあ、こういうのところから、インスピレーションをですね、引っ張っていきたいときは、さっきと同じように、スプリットビューで、右側にドリブル、左側にビズリフを立ち上げて、スクショしていくっていう感じになるんですけど、さっきはですね、写真フォルダの中に保存したんですけど、次はですね、コピペで持っていきたいと思います。で、まずスクリーンショットして、こうやってトリミングして、右上の共有ボタンを押すとですね、そこにコピーっていうボタンがあるので、このコピーを押します。で、完了のところで、これはスクリーンショット削除して大丈夫です。で、左側のビズリフの画面に行って、さっきの左のプラスボタンのところから、ペーストフロムクリップボードを押す。で、そうすると、今コピーしたやつがこっちに貼り付けられます。で、まあ、こんな感じで、貼り付けていっても大丈夫です。写真アプリの中に保存してからドラッグ&ドロップで入れるか、もしくは、こう写真アプリに保存するのがめんどくさかったら、ここでコピーをして、もうペーストして貼り付けていくっていうどっちかでやってもらえればいいと思います。はい、で、こんな感じで UI デザインのインスピレーションボードを作ってみました。ドリブルのアプリの方で UI デザインって検索したらこういうのがたくさん出てくるので、それをコピペして貼り付けただけです。で、今私ちょっとアプリ作りたいなと思って頑張ってるんですけど、それのちょっと参考にって感じで今回は作りました。はい、で、こんな感じで、まあ皆さんちょっと用途がねバラバラで分かれてくると思うんですけど、まあこんな感じで画像とか貼り付けれるし、グラフとかも貼り付けれるし、資料とかもね JPEG だったら貼り付けることができます。で、最後ね、ちょっとおすすめなのが、自分のアニメーションも貼り付けることができるので、それのやり方だけ紹介して終わりたいと思います。写真を貼り付けるのと同じように、左下のプラスボタンからインサートフォトで入っていくんですけど、まあ、こっからの自分が作ったアニメーションですね。私の場合、プロクリエイトとかフリッパクリップでアニメーション作ってるんですけど、それを作ったやつをこうやって選択すると、見てください。こんな感じで動く映像をこっちにも貼り付けることができます。で、これは GIF のアニメーションだけで MP4 とかね、そういう普通の動画ファイルは貼り付けることができません。で、GIF アニメーションっていうのはこう JPEG 画像のコマの集まりなので、まあ貼り付けることができるんですけど、この1枚1枚のコマはですね、右下のボタンから選択するとこんな感じで1枚1枚見ることができます。で、写真と同じようにこんな感じで何枚もこの GIF アニメーションを貼り付けることができるので、まあ、GIF 結構好きな人はですね、いいんじゃないかなって思います。GIF ってね、こう一枚一枚再生しないといけないというか、写真アプリの中だと一個一個再生する形になると思うんですけど、このビズリフに貼り付けてると4枚同時に再生してくれるんですよ。これすごくないですか？結構なので使える場面あるかなと思うので、ぜひ GIF アニメーションたくさん作りたい人はこのビズリフ活用してもらえればいいと思います。はい、ということで今日はビズリフのアプリの紹介でした。
で、これはですね、本当に画像に特化したアプリになるので、ここに文字を入れたりすることができないんですけど、もし文字をね入れたいなって思う人はぜひコンセプトっていう無限キャンバスのアプリの方に行ってください。で、このコンセプトの使い方に関しては別の動画で紹介しているので、それ概要欄の方からリンク飛んでいってもらえると見れるので、そちらからよろしくお願いします。はい、ということで、この動画が良かったらぜひいいねボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、では次回の動画もお楽しみに。バイバイ。